エストニアンハウンドエストニアンハウンドは、エストニア原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、エストランドハウンド、ゴンチャーやエストンスカヤ。20世紀初頭に生まれた犬種で、エストニア産の大型のセントハウンド犬種をベースに、イングリッシュフォックスハウンド、ビーグル、小型のスイス産ラウフンド系犬種などを掛け合わせて、作出された。 ビーグルとラウフンド経験種は犬のサイズを落としてかつスタミナをつけるために掛け合わされた。主にのウサギとキツネを狩るのに使われる。単独もしくは小規模なパックで獲物の匂いを追跡し、発見するのがその仕事である。仕留めるのは主人の仕事で、エストニアンは獲物の追跡のみを行い、獲物を仕留めることはしない。これは本種がカルードのヘルパーとして、 働くために生み出されたためで、それ以外の役割を担う必要がないからである。狩りの手伝い以外には、番犬やペットなどとしても飼育されている。エストニアでは非常に人気があり、実用犬としても、ペットとしても、小毒具としてもたくさん飼育されている。この国では唯一国際的に認められている犬種であるが、2007年時点では、不シーには公認されていない。 エストニア以外では、ラトビア、リトアニア、カリーニングラードで飼育が行われているが、バルト三国とカリーニングラード以外ではほとんど飼育されていない、エストニアンハウンド先細りのマズルを持つ、セントハウンド犬種である。対抗は、他のバルト三国原産の両犬種と比べると、低めの部類に入るが、その分小回りが利き、大型犬では入りにくい狭い場所でも匂いを、 追跡することが可能である。耳は垂れ耳、尾は飾り毛の少ない垂れを、筋肉質で引き締まった体つきをしていて、スタミナは多い。コートはショートコートで、毛色はブラックタン。稀にブルータンの犬も生まれる。体高46から53センチメートルの中型犬で、性格は主人家族に忠実で従順、獲物の匂いを追跡することが大好きである。 状況判断力が優れ、運動量は非常に多い。ありがとうございます。